次はですね、もう一曲のどかな風景を思い浮かべて歌っていただけたらというふうに思っています。みかんの花咲く丘ですね、はい、ちょうどこのみかんもですね、ちょうど今頃が5月初旬から2、3週間というのがちょうど白い花が綺麗な時期でですね、まあそんな情景を思い浮かべながら、お船はどこへ行くのでしょうとかですね、波に揺られて島の影とか出てきますので、どうも舞台は静岡県の伊東あたりというふうに、言ってます。まあそんな情景はですね、それぞれ思い浮かべながら、一緒に歌っていきましょう。はい、みかんの花咲く丘です。はい、行きます。
ちょうど1年前ですかね、 NHK の朝ドラの BM で、舞台になりましたですね。だから、古関裕而の曲でありますし、その中で最後にあれ薬師丸ひろ子がね、この歌を私が歌ったと思います。はい、なので聞かれた方もあるんではないかというふうに思っております。ハンケチ振ったり花束投げたり非常に軽快ですので、まあ、ハンケチ振ってもらうのもいいんですけど、花束は用意できてないから、まあ、そんな雰囲気でですね、歌っていただけたらいいと思います。スタートはですね、発車往来出発よし、でギターの警笛が鳴りましたら、オンタイムの特別列車はスタートになります。はい、じゃあ発車往来出発、I'm not afraid to die.
次は高原列車を、これをリズミカルにね、軽快なテンポですので皆さんもよくご存知だろうと思ってます。はい、これはちょうどですね、作曲が古関裕二ということで、ちょうど1年前ですかね、 NHK の朝ドラの映画で、舞台になりましたですね。だから、古関裕二の曲でありますし、その中で最後にあれ薬師丸ひろ子がね、この歌を私が歌ったと思います。はい、なので聞かれた方もあるんではないかというふうに思っております。ハンケチ振ったり花束投げたり非常に軽快ですので、まあハンケチ振ってもらうのもいいですけど、花束は用意できてないかまあそんな雰囲気でですね、歌っていただけたらいいと思います。スタートはですね、発車もない出発よし、でギターの警笛が鳴りましたら、オンタイムの特別列車はスタートになります。はい、じゃあ発車オーライ。